はい、どうも森吉劇場です。今日もガチャガチャコレクションの紹介をしていきたいと思います。今日紹介するのはこちらですね。海洋堂さんから発売されてます、佐藤邦夫の動物たちトイレの時間。こちら全4種になってますね。価格はそれぞれ400円です。確か今これ続編が今発売中だったと思いますので、もしよかったら皆さん探してみてください。一応こちらミニブックの説明ですね。やっぱり佐藤さんのこの絵がいいんですよね。どこか懐かしさがあるようなこの絵が実際がガチャガチャになってるとやっぱり和みますよね。まあガチャガチャってこういうミニブックの楽しさっていうのも一つあるのかなと思ってます。でこれ両面になってるので後ろにもしっかりと説明書き細かく書いてますね、いいですよね。これガチャガチャ本体見た時に、あ、もうこれ絶対回さなきゃいけんと思ってすぐ回しました。個人的にはこの中だとやっぱりライオンが一番おすすめですね。ウサギもね、やっぱり絵自体はものすごく可愛いんですけど、やっぱりライオンさん大事なところ見えてるんでですね。はい、じゃあ一個ずつ見ていきます。まずはカバ、すごいですよね。なんか本当にあリアルだなって思うような、どこかリアルだけど可愛らしさがあるこのカバの顔、めちゃくちゃ可愛いです。そして次こちらカメレオンですね。これ私のだけかもしれないんですけど、ちょっとハマりが悪かったんですよね。でこれ次ウサギですね。多分大体の人はこのウサギが可愛いって言うと思うんですよね。めちゃくちゃいいと思います。一押しがこちらライオン、もう見えてますからね。これ多分問題ないと思うんですけど、もう大事なところ思いっきり見えてます。で尻尾が床につくっていうね、これどうなんだろうっていう微妙なあれがねありますもんね。まあこんな感じの4種類になってますね。自分は運が良かったのでこれストレートでコンプできました。ではこの辺りでこの動画もお別れになります。よかったら皆さんもぜひガチャガチャ集めてみてください。高評価コメントチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。